あ、染まってきましたね。染まってきた。はい。まあリクエストがあったからな。そうですね。そういえばさ、はい、あのこんなのもあったじゃん。なんでしょう。あの山坊主が金髪っていうやつ。あ、なんかそんなリクエストもあったような気がします。あったよね。はい。で、どっちやんの。え、どっちやる。うん、ここで やる方向なんですか。そう、だって俺やってんだから山もやんないと。あー、まあ、うん、どっちも嫌なんですけど、まあ、金髪はね、うん、仕事 NG なんですよね。うん、やるとしたら坊主なのかなとは思いますけども。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。ほう、まあ、そう言われてもない。いいのね。はい、ファイナルアンサー。いいのね。ファイナルアンサー。よし、じゃあやろう。やりますか。うん、やるやる。あ、坊主。うん、するよ。ほう、イエーイ。どうなの坊主な。よく見とけよ、これ見納めだぜ。カネリズム、カネリズム。おお、それでいいんじゃねえの山。これ。うん。つかることが男の敵とつの苦笑だって。適当だね。え？これで仕事できないから。できない？当たり前じゃん。こうなこれでね、仕事行ったらね、みんなビビっちゃうよ。いや、ビビっちゃうよ。ビビるだろこれ。あ、ビビるだろ。いや、そんなことねえだろ。そう、うん、あの、じゃあこれダメだから、うん、ちゃんと坊主にして。あ、坊主に、うん、する。うん、あ、分かった分かった。うん、お願いね。あ、よ、お願いね。うん、オッケー、ウェイ。じゃあね、できたみたいだからちょっと山呼んでみよう。山。おいいね。どうでしょうか皆さん。いいね。見事髪の毛サラサラになりました。なったね。はい。で、やば、これから何、甲子園でも行くの。そう、今からね、私甲子園ってバカ野郎。今甲子園行く。やってないわ。やってないわ。わかった。わかった。もしかしたら昔さ、あのテレビの CM でやってたさ、あの味噌の人。ああ、あれ、マルコメ味噌じゃないわ。マルコメ味噌。え？じゃない。味噌。そこが味噌。じゃあ何？あのあれか？はい。どっから脱獄した？とかですね、うん、そうね、網走刑務所からようやくはここまでね、逃げました。私山善にバカ野郎。バカ野郎。なんで。そうじゃねえの。じゃないわ。違うの。違います。皆さんどうですかね、似合ってますか。あー、でもいいと思うんだよね。似合ってましたらばいかがだったでしょうか。あります。もしよろしければチャンネル登録、そして高感触、高感触お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ヤツの神でした。ヤツの神でした。リクエストありがとうございます。リクエストサンキューだ。マルコメミソ。